はい、皆さんこんにちは、こんばんは。はじめましての人、はじめまして、シラコングです。今回バースプロリーね、ベジトラ入れてやっていこうかなと思ってます。左から無凸2G、無凸 2G、フレンド2凸です。まあやっていきましょう。で、まあ思ったのが、正直まあ7周年ですね。やっぱゴッドコンビ、いるじゃないですか。で、まあ GT 悟空もいるじゃないですか。まあどっちを入れるべきかって言われると、 100% 僕は、GT 悟空の方、あ、GT、ゴッドコンビの方がいいかなと思います。まあなんでかっていうと、ゴッドコンビね、まあ気力リング一応このベジトラとつながるんで、まあそこがまずプラスになりますね。じゃあ GT の方はどうかなっていうと、繋がんないんですよ。だから超必殺技打ちにくいんですよ、めちゃくちゃ。だからそこで成長させるっていうのも、まあ難しい話だし、でなおかつ力ブローステージ、これがたまんなくきつくなる。から今回は、GT 悟空ベジ、GT、そう、悟空ベジを抜いて、即の、ベジータ、ブルベジータ入れてます。まあ、こいつブルベジータ覚醒して必殺技発動後だったら、まあ、弱点属性でもある程度は守れるんで、まあでも必殺技飛んできたら終わるけど、まあそこはそんな感じですね。で、ここはこんな感じで終わりと。悪くない。で、次なんだけど、ここっすね。まあもちろん超必殺技は打たなきゃいけない。で、こいつは打たなくていい。むしろ。打たなくていいんだけどなぁ。どう？なんで打たなくていいかっていうと、次、3ターン目に即ベジが来るんですよ。それって、まあ、技のブロリーに対して必殺が飛んできた場合、一発で消し飛ぶんで、通常攻撃はある程度守れるかもしれないけど、だからターンをかける意味はあった。と思う、俺は。で、ここ通常攻撃。で、追撃なしで、ここ食らうけど、まあ、それ以上の価値はある。まあ多分ベジトラ手に入って結構楽にはなったかなと俺が個人は思う。ブロリー戦はね。で、次のターンで倒すような流れが一番綺麗かな。ごめんね、鼻が出て出て。鼻がね、ちょっと出るんですよ。まあでもベジトラ来たことによって何がすごいかっていうと、やっぱりアンパイ率が全然ちゃう。確かに火力面では7周年強いですよ。ただ安定性はマジでベジトラにある。ほら全然食らわんもん。で、5ターンの間はどこに配置してもその親子の絆がのキャラがいると、全属性ガードが働いてくれるんで、うわー倒せよ。そこバインドの方が良かったか。バインドの方が良かったね。まあどれぐらい食らうかっすね、これ。で、なおかつ、ディフェンス面、おー、強え。やべえ。びっくりした。2桁に抑えると思ってなかったですね。多分、7周年だったら、もっと食らってる。7ターンだったっけ？そう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 。ちょっと待てよ。7ターンだっけ？ 5 ターンじゃなかったっけ？5ターンだね。まあディフェンスも 70% 上がってるからかなり強いです。かなりというか化け物だよ、本当に。マジで。やることなすことやばすぎる。こいつを化け物と呼ばずに何と呼ぶかっていう。まあ5ターンの間は本当にどこに配置してもいいです。ね、それに加えてバインド悟空がいるともうガチガチですよね。ああ、やばい。このメンツ結構リンクいいです。正直。めちゃくちゃいい。もうめちゃくちゃいいです。まあ、超激戦はもちろんのこと、記録リングもある程度優れてるんで、全然、このメンツ強いですね。やっぱり。必殺が飛んでこない。どこで飛んでくる。
追撃だ。じゃあ追撃が欲しい。OK です。まあ、このゴジータ、技ゴジータ強いっすよね。まあこのゴジータ欲しさに、まあ今回のドッカンフェスも引く価値はあるかなと思うんですけど、まあこのゴジータ基本的に連続攻撃に振るべきです。絶対連続攻撃。あほー、やらかした。まあ2発打ってダメージカットってどれぐらい食らう。34万、めっちゃ食らった。とりあえずあと2ターン耐えなきゃダメですね。じゃあ、いや耐えれるかな、これちょっと微妙な流れだろ。耐えれる。いやーこれ微妙な流れだね。いや一番上のこっちなんだよな。技悟空もありっちゃありなんだけどな。ちょっと回復しとこう。回復回復。 OK、 38万まで回復できました。安心と信頼。ただゴジータに次のステージなりたいんですよ。なれないよねこれだと多分。あーなるほど、なれないか。なれないよなこれ。なれるかなこれで。あちゃーあちゃー最高だぜゴジータ。うー使う。さすがにねアイテムは使わないとやばいです。ノーアイテムのリクエストあったんですよ、ここにブロリーのアイテムでクリアしてくださいって。一応動画外でやらさせてもらって、無理でした。無理のアイテム無理。でまあ見ててくださいよ、ほらやばいでしょ。82、12万、15万。そうやばいんですよマジで。まあ語彙力ないけど、まあ、それだけやばいってことですただ回復がな、どうするかな次。まあ地のベジットを残すっていうのもワンチャンありなんだよね。あとベジータ覚醒しねえとやっぱ痛えな。ベジータ覚醒早く来てほしいけど、なかなか引けてないっていう状況になってる。こいつ打てば打つほど上がる。覚醒後は必殺技打たなきゃ上がんないっていう風な流れなんですけど、早く覚醒してほしいよね。ああ、OK。どうすっかな。うわもうマジかよ。これは残すべき。これは残すべきだね。残す理由としては、まず1個目に、まあ、ベジット狙いで全回復。ただ並びは整ってきたんで悪くはない。 OK、まあ、次のターンで倒せれればいいかな。多分ここでギリ生き残るぐらいのレベルなんで、多分このターンブロリーもギリ生き残るぐらいだと思う。半分 1.5 かで、僕も多分ここでバチクソに食らうと思う。残り多分10万切ると思う俺の予想だとね。あ10万ぐらいかな。お切るね切るね切るね。あぶねーなんとか生き残ったかな。でここ次第ですね。うおー10万切った。でここので倒せれればでかいんだけど、倒せる。あー危ねー飛んでこなかった。初手飛んできたらちょっとやばかったかな。でここではあー待って何ターンだ今。これで3ターン目か。あと2ターンは必殺見極めできるね。これで3ターン目なんで、あと2ターン。もういいよ。もういいよ。暴れんでいいよ。OK。で、撃ってると。509万。一応3発撃った流れかな、こいつ。
はい、オッケー。次でベジットになると完璧な流れですね、今のところ。あ、やっぱ力ブロのとこアイテム使わなきゃやばいね。うん、さあ最初初手に飛んでくるディフェンス面41万の連続性ガード働くので、まあ、ちょっと一発どれぐらい食らうかっていうのをね見ていってもいいかなと個人的には思いますが、どうでしょう。まあ、ダメージカットも働いてるからな、正直大丈夫でしょう多分、知らんけどな。さあこれでどれぐらい食らうかちょっと見ものですね。さあバッチコーイ、見てくださいこのディフェンス力やばない。21万で収めるんですよ。普通だったら多分ね60万とか普通に食らうけど、やばないですかこいつマジで。いかにやばいかっていうのが見てわかると思う。本当に力ブローのところの、まあ、火ダメ率もそうだし全然ちゃう。安定感があるね。で、まあ、アタックもそこそこあるからやばいよね。うん、まあ、確かに7周年の方がアタックは高いよ。ただ全然こいつもあるから、やーべえ、語彙力ないけどやーべえ。安定感パネ。はい、ようこそ反撃祭りで、一応3ターンの間はダメージカット率上がってるからまあ大丈夫ですね。やべえよな、ほらだってブロリーの必殺食らってこんな HP 残ってんすよまだね。すさまじいよ。もうサポートフィルムとかいらんもんな。通常攻撃でめっちゃ食らうんだけど。さあここはちょっとスキル使います。で真ん中ちょいヤバめなので、注意というかだいぶヤバめなんで、そうだな、でもこれな軽くもぎ取りたいっていう気持ちもあんだけどね。選択肢としては難しいな。うわ、二次キラマ2個取れるやんそれ。まあいいけどや、バインドだったら大丈夫か。これでいこう。ちょっと二次キラマ2個取ってステータスアップ狙いたかったんですけど、まあ必殺技後なんでまあ大丈夫かな多分、知らんけど。で次で必殺見極めが切れるんで、まあ危なかったらアイテム使います。そこがねマジで怖い。アイテムケチったら死ぬ。はい、バインド OK。 いいダメージしてんじゃん。まあディフェンスは上がってるが、どう、ゲロッパ、いやー2万7000か、結構食らったな。2桁で抑えるかと思ったんだけど、それはさすがに無理か。さあ映画さながら、いいよ。さあ送信口が、いいね、いい火力してる。あと半分。さあここから見極めがないです。なので、ここからはアイテム使います。さすがにね怖いんでね、うん、こいつ普通に必殺2回飛んでくることもあるから絶対使った方がいい。アンパイを目指す中で、ね、注意必殺6時間ですか。 OK。 あぶねーあぶねえ、マジでこいつ2発飛んできたら死ぬからね。だけど大丈夫、62ですよ。まあアイテム使ってるとは言えね、やばないですか。ああってことは技ごちのダメージカットもなくなってる今。ただ打てば上がるから、
しめじはまだ残ってるけどね。さあ吹き飛びやがれこの腐ったれ宇宙に向けてダーン。OK、 さあ残りもうちょいですね。さあ決めてくれ。かっけえなおい。よいしょ。ああいい会心。2発きた2発きた。噂をすれば2発きた。連続で来ることはないんだけどね。さあ HP 半分以下になりました。ピンチはチャンスなり。ぶっ飛ばす。ちょっとこれは見たいね。さすがに行こう。かっけえな。やっぱかっけえわ。でもしかも初めてじゃない、上げてるスキルの後にセリフがあるのってね。初めてだと思うんだけど。てかさ、ちょっとピンチ。あ、いやわからん。まだあれだね、アクティブスキルが残ってるか。大丈夫だね。あ、大丈夫大丈夫。真ん中で飛んできたら死ぬけど、真ん中で飛んでくることある？こんだけ攻撃が最初と最後でない密集してて、これで真ん中で飛んできたらもう地獄絵図やろ。マジで。マジで空気読めやって思うけどな。ああ、でもこれそうだな。バインの真ん中でもよかったかもな。バインの真ん中で、ああ、いや、でも倒せるか。ガンマバーストフラッシュ。はい、オッケー、倒した。はい、まあ、手な感じでやっぱ安泰率が違うね。違う、ベジトラは全然違う。なんでベジトラ入手した方々はまあ正直レッドゾーン全部クリアできると思う、うん、で中にその中にバインド悟空とかいたらより安定感が増しますね。バインド悟空じゃないとゴッドコンビですね。 GT も悪くはないけど気力リンクが確かつながらないので、まあ、そこが注意は必要かなと思います。だからまあ今回は即ベジ入れたんですけど、ブロリーに対してはまあ結構本当にね、親子の絆っていうのが結構な範囲の、ね、カテゴリーリーダーなので、いろんなキャラ連れていけると思います。でまあその中で、まあ、有利属性で連れてったらいいかなと正直思うし、基本的に未来編は入れない方がいいです、うん、レッドゾーンで未来編入れるっていうのはまあ安牌ではない。それはダメかな。親子の絆で初で強くして、なおかつ HP50% 以下になったらアクティブ打つっていうスタンスでいいかなと思う。まあ唯一打てるとしたら多分レッドゾーンの GT の一番最初の一人しか相手がいないリジックだったっけ。あれぐらいだったらまあ確かに未来編でもいいかもしれない。あれ一戦しかないからね。本当に短期戦向けなら未来編で固めるべき。ただそれ以外に関しては未来編そんなめちゃくちゃ強いわけじゃない。まあ極限絶滅した、ベジットとロゼ来るから、あ、それでちょっとまた変わっては来るんですけど、ね、正直親子の絆でいい。はい、てな感じで、ご視聴ありがとうございました。またね、チャンネル登録とよろしくお願いします。それじゃあまた皆さん、バイチャー。